はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、クシャトリラフェンリルです。さあ本日なんですが、ついに実装されましたクシャトリラフェンリル。このカードの実装によって強くなったデッキいくつかありますが、高校グッドスタッフデッキ、これ強くなりました。かなり、これなんでかっていう話をしましょう。クシャトリラフェンリルが高校まくりにめちゃくちゃ強いからですね。これめちゃくちゃ強いんですよ。自分のミッドにモンスターが存在しない場合に特殊召喚できるという効果で、2番と3番で、まあ、フェンリルとフェンリル持ってきながら攻撃宣言時にね、相手のカードを除外できるっていう、あとはモンスター効果発送した場合に効果で相手のカードを除外できるっていうことで、これがね、やっぱね、高校マクロにめちゃくちゃ強いんだよね。うん、フェンリルでフェンリル持ってきて、でフェンリル除外されてもさ、もう一回フェンリル出せるじゃないですか、フィールドにモンスターいないからね。なので、まあ、そういう意味で、まあ、このモンスターは結構革命的な高校マクロカードでもあるということが言えるんですよ。で、今日はですね、まあ、いわゆる高校まくりデッキにあのフェンリル出張させて、もう圧倒的なるね、高校デッキを組んできました。もう先行相手に取らして、で先行で展開してもらって、その展開した、まあ、盤面を、まあ、まくっていくと、まあね、相手のね先行盤面をまくることでしか得られない栄養素みたいなのがあるんですよ、遊戯王には。うん、まあそれをね満たせるデッキとなってます。はい、まあ、あとは基本的にその高校に強いカードをいっぱい入れときゃいいんでね、なんかビーステッドとか、なんかあのアルファとかね、こういうねカードを入れときゃいいんですけども、今回採用、まあ採用できるカードの、まあ、候補として、まあやっぱりね、今の環境強いなと思っているのがラバーゴーレムですね。これラバーゴーレムって召喚できないっていう強烈な縛りがつくんですけども、このカード特殊召喚する場合、召喚しないデッキだったら関係ないんですよ、このデッキ。まあ、元々は怪獣かぐやみたいなデッキって、かぐやに召喚権を使うとか、あとセッカに召喚権を使うとかあったんですけども、このデッキ見ていただいたら分かる通り、一切召喚権を使用しないで展開していきますので、まあ、ラバゴレム、あと金玉もですね、ラータマ、ツビアモードとかも入れられます。はい、まあ、ちょっと最初入れてたんですけど、ちょっと抜いちゃいました。ラバゴでいいなと思ったんで。なんで、今日はね、このラバゴレムおよびクシャトリラフェンリル、この辺のパワーをね見せていきたいなというふうに思っております。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。先行盤面をね、先行デッキを返していくことでしか得られない栄養素があると、そういう話をしましょうか。いや、これ増殖するジジカだったら普通に増殖するジジカ。いや、これさすがにスプライドか。いや、これさ、あ、うらら、黙れ黙れ、黙ってもらうぞ。サイフレームギアガンマの効果さあ、てめえのハルフラは向こうにさせてもらうぞ。よし、さあどうする。これでね、ちなみに何も動かれなかった場合、それはそれで不在、めんどくさいんですけどねそれはそれでめんどくさいんですけどね。ちなみに、あ、一応動いてくれ。レッド、あ、レッド特殊召喚エンドかな、これもしかして。あ、レッド特殊召喚エンドくさいな、これ。なるほどね、はい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 、把握しました。まあまあまあ、こんだけあったらまあいいでしょう。とりあえずサイフレムキガンマどっか行きます。なんとかなれ。あ、セッカの光強すぎ、強すぎカード来た。クシャトリラフェンリル引きたい。セッカの光でクシャトリラフェンリル引く最強ムーブにしたい。頼む、来たーエースモンスター来たー。バカほど強えじゃん、ここのフェンリル最強かよ。まあとりあえずフェンリル効果使っちゃっていいっすね。これレッドで無効にされても別にどっちでもいいので、まあ、これはモンスター消えるので、まあ、とりあえずフェンリルの方が使いましょう。でフェンリル持ってきます。これでまあビッグフットの効果発動します。増時投げられるかな。あー、いやー、1枚か、1枚ドロー、まあ、止まる説あるね、これ。何もせずに、これ、普通にそれ、そのままでいくか。うらら打たなくてもいいな。うらら打たなくてもよくて、で、ビッグフット、出します。あ、村雲。で、クシャトリはフェンリル効果発動します。レッド、吹き飛ばしていただきたいです。あ、スルーなんだ。なるほど。スルーなんだ。え、スルーしない方がいい気がするけど。え、これ勝ちじゃね？あれ、これ増地で展開止めてフェンリル出したら勝ったってこと、これ。これはさすがに最強といったところ。え、これランク8したら勝ちなんじゃないの、こんなの。
まあね、レベル8、2体といえばね、アタオカモンスターがね、出てきますからね。だってもう止める札はマジでエフェクトベーラーくらいしかないっしょ。エフェクトベーラー入ってるイメージないんだよな、スプライトに。多分入っても無限法要とかだと思うので、まあ、これ増殖する時縦で残したらマジでプレミだよ。くたばれ。エイゼーウィン。遊戯王って簡単だな。これフィールドかっこいいな。なかなかこのドラグマのフィールドね、これめちゃくちゃいいよね。あ、これはもうラバゴーレムで勝れれば勝ちです。はい、ラバゴ、ラバゴでサレンダーまでありますね。相手シェーレンいいでしょう。まあ、ティアラメンツ展開ですか。まあ、特に誘発ないのでじっくりと見守りましょう。ドライバーが初手に来てるのはデフォルトなんで、えれー強そうな場面作ってくんじゃん。おお、ドラガイドも出てきた。なるほど、魔法トラップはこれで無効にしていくスタイルか。やるな。ティアラメンツ2体消さないとでもスクリーンが起動すると鬱陶しいな。なるほどね。で、カルテシア帰ってくる。いいでしょう。妨害的には一応ドラゴスタペリア、ルルカロス、ドラカイト、魔法カード無効、モンスター効果フィールドで1回無効、特殊召喚傾向が無効。ここちょっと使わせたいんですけど、ルルカロスの効果一応ね、一応使ってくれるかもしれない。今だったらお得だから。今はお得、今はこれ結構もういろいろ効果使ってるからね。出てきてもあんまり関係ないからね、このスクリームね。あー、コルルから使ってくるいいでしょう。でルルから使って破壊するので何か送らなければならない。何送ってくんだろうな。ルルカロス送ったらワンチャン B セット無理か。あ、そっちか。なるほどね。あ、じゃあモンスター減ったわ。モンスター減りました。あるな。いや、チャンスあるぞ。あ、ガンマ来た、強っ。まあ、とりあえずラバゴーレムですね。とりあえずラバゴとりあえずノーシュラバゴ。ルルカロス絶対リリース。どっちだろうな。ドラガイト、魔法カードないんだよな。ドラガイトである必要ないか。スタッペリアのがめんどくさいか。表側向こうだもんな。これスタッペリアとルルカロスリリースな。で、守備差し上げます。2を差し上げます。で、ですね、そうですね、まあ、とりあえず一旦、まあ、出すしかないかな。これどうしよっかな。でも言うてモンスターは展開できない、そんなにね。クライムはティアラメンツモンスターになきゃいけないから、今ティアラメンツされることないだろう。マグナムウートとりあえず行くわ。マグナムウートで、いや、これシェイ消した方がいいだろう。まあ、多分ティアラメンツネームバンバン消していった方が良さそうな気がするわ。で、ケルドを使うでしょ。で、ここで黙れできるか。これで黙れができる。これで黙れができる。さあ、まあ、対象を取って、向こうに実質されていくと思いきや、まさか手札からガンマが飛んでくるとはな、思わないだろうな、相手。さあ、墓地の戻すカードを。はい、シェイ。黙れ。黙れ。誰？なーに？まあ、じゃあ村雲使うか。村雲8枚除外して特殊召喚がやるじゃねえか。やるじゃないか。占い持っていたのは全て持ってるわ。全て持ってるじゃねえか。まあでも一応ガンマはね、無効になっただけで手札でずっと構えられはするんで、まあ仕事ないわけじゃない。いや、これどうしよっかな。加減のサルンが特殊召喚するのはまあ確定で、まあ、フルアワードか、まあ、バロネスは微妙だな、多分一番。バロネスがカスで、まあ、多分、昌栄かフルアワード。フルアワード横で置いとくと多分相手結構突破できないんだけど、ただ、ペルレイの引かれると打点が上がって突破される可能性がある。昌栄だったら一応村雲で起動できるか。昌栄臭いな。昌栄っぽいですね。これ昌栄でいきましょう。で、昌栄でモンスター背負って、ラバゴとか残してあげてもいいよ。1000番入る。だって高いんじゃねえか、これ。48来た、いいね。いいよ。48だって相手、だいぶ下がって、1800円下がってるからね。まあ、3000入るよね、これね。バチコイド。あ、3000じゃねえか。3600か。おっしゃ。
来た。でメンツ入れ。いやまあこう今日とかこんぐらいで勘弁しといてやるか。いやスクリームの方がめんどくせえな。クライムよりも多分スクリームの方がめんどくさいわ今。だから遅延解消はいいわ。どうでもいい。だからどっちかっていうと多分これスクリームショット方が良くて、うん、なんかスクリームな気がしないこれで。ビーステッドいるんでね、相手の墓地詳しはなんとかなるんですよ1枚であれば。だからスクリームでなんか石図暴発させるのが一番やばいから、ここでティアラメンツネームがいない今この段階でもうスクリームをショル。どうしようかな、まあ、スクリームルールかな、ショロスクリームルールショル。オッケー、これで融合剤もはや足んねえだろ。でベイセットいる、多分レインハート召喚とかは多分なんとか、あでもあれかクライムあんのか、そらそらでめんどくせえな。いやクライムだったかこれ。いやでもな、一室暴発とされる可能性考えるとちょっとあれでしたけどね。いやこれ難しい。いや今クライムだったかな、やばい、ここから動かれたらガチでやばいこと起きるかもしれない。ちょっとねこれミスった可能性ありますよ。クライムとかいうカードはティアラメンツネームが出てくると、カルテシアは大丈夫、うん、カルテシア大丈夫ね。でここでカルテシアメイル、あカルテシアメイルなんだ、なるほど。あへえ、今メイル召喚された方が嫌だと思う、どっちかというとね。メイル召喚された方が嫌でしたが、まあとりあえずいいでしょう。マグナムと効果、メイル対象に取ります。除外されます。でクライム発動できません。あぶねえ、いや今命令召喚の方が全然嫌だったけどな。あれなんか捨てるカード、クライムってさ捨てるカードはさあのティアラメンズネームじゃなくていいんだよね。どっち抜いてもうざかったんだよな今。結構マグナムと効果発動する。でガルーラは一応1枚ドローがいる。この1枚ドローで世界が終わる可能性があるのがやばい。いやーでもさすがにこっから爆発されることないと思うけどな。で伏せクライムでしょ。マジで今メイリューから入ったら絶対よかったでしょ相手。エンド来た、カルテシア、はっ、はい、いいでしょう。はい、クソザコ00打点が立ってますけど相手3400しかありませんね。でマグナム効果発動、バルドリック持ってくる、 OK、まだ残ってた、ありがたい。アンシロジャマどうでもいい。きたー、ラバゴきたー、ラバゴめちゃめちゃ来るー。マジでクシャトリラ関係ないわ、やっちゃうけど、クシャトリラ入りを紹介してるのにクシャトリラ全然来ねえから、しょうがねえか。ちょっとねさっきねスプライトでねクシャトリラフェンリルが結構活躍してくださったんで、あれ採用して除外じゃなんでもいいな。村雲照英とかいうねこの最強ムーブがあるんでね、ババゴ、で照英効果、何でもいいですねこれに関しては。まあ適当にレイドかなんか除外しておきます。まあもうなんか何でもいいわ。はい、吹き飛べ、うおー打点6400、最強バトルアルティメット照英パーンチ、よし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 、まあクシャトリラフェンリル絡んでないけど許して。ああなるほど、悪くないですね。金玉で全て処理ましょう。あこのデッキ基本的に召喚権を使わないので、ラバコか金玉、ラバコと今金玉入れてるんですけど、普通に強いですね。はい、最強だったと言っておきましょう。ちょっと金玉はね耐性が強すぎて結構ね、それがね、打ってほしいんですよね。耐性が強すぎるから、こっちも突破するのも結構めんどくさいんですよ。ラータマって。なんで、ラータマで、相手のモンスターを処理 してもいいけど、まあ結構キル取れるんだったら、まあ、ラバゴとかの方がいいかな、みたいな。やばい、なんか、アルティメット、最強暗黒界ムーブ。ぶちかまされてんな。まあ、暗黒界はちなみにね、セルレに打つのがいいと思います。基本的には。まあ、またはレインとか。まあ、でもあんま効かない。でもセルレがいいと思うな。なんかね、基本的にね、多分ね、セルレが一番効くと思うよ。
暗黒界はって俺は思ってるんだけど、どうなんだろうね。展開バリ長いんだけど、ちょバリ長いって、ちょお前いい加減にしろ。セルリ来た、ここだ、ここしかねえ。バルドレイク、お前のパワーを見せてやれ、お前のパワーを見せてやれ。うわ、セルリを除外し、バルドレイク自身を特殊召喚。うわー、いけ、攻撃表示飛ぶ。展開止まれ、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 まあ、止まるわけない気がするけどもう時すでに遅しといったところか。やばい、ちょっと ありえない量の、まあ、モンスターは仕掛けてしまったが、まあ、全てのモンスターを金玉で勝れば問題はない。そう、やはりラータマ、ラータマは全てを解決する、ラータマ、ラバゴは全てを解決する。バリ長いやんこいつ、いつまで展開すんだよ、マジいい加減にしろよお前。え、やばいやつ来たえ、アルティメトルビシバール聞いたけど、あ、これ、え、これもしかして、え、これなんか俺ワンキルされますやばい、マジでやばい来た。え、これまあコントロール、いらない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 よ、いらない、こんなの、こんなモンスターいらない、マジでこんなモンスターいらない。なんだよこのゴミモンスターふざけやがって、やばい。え、これこっからもしかしてさ、ランク5とかされませんよね。え、なにこれ、ファイヤーボールドラゴン、え、あ、あ、バルドレイク使えるやんあ、え、あれあれ、これワッキル止まったんじゃね。なんか今絶対なんかやばいことしようとしてたね、絶対やばいことしようとしてたでしょ。あ、やっぱり、あーしまったよ。え、これランク5しようとしてたでしょ、あなた絶対。いや、アルティミトルビシバルキン送りつけてくるやつの考えてることなんてね、大体わかるんですよ。いや、そうでしょ、じゃあやっぱそうだわ。え、これマシマックだろ、あぶねー、あぶねー、マジでバルドレイクマジ神、バルドレイク神なんだけどマジで。え、なんか勝ちなんだけどえ、勝ちなんだけど、どうしました、あんななんか20分ぐらいソリティアして、20分ぐらいソリティアした後に負ける気持ち、どういう気持ちなんだろうね。